宴では健康ドリンクしか出さないの。おもちゃを壊したら長く遊べないでしょ。従者もコレクションも大事なのは数じゃない。私のセンスがアジタにもあればいいのに。遊べるものがないわね。あなたの話を聞かせて。私がストップと言うまで。あかりは完璧な執行者だからつまらないのよ。おもちゃには状況が必要でしょ。新たな宴のアイディアがあるの。急かさないで。秘密も驚きも楽しみの一つよ。スズメちゃん、普通のペットは自分を騙して忠誠を誓えないから気に入ってるわ。血筋で他人を支配するのは弱さの表れ。貴族には品性と精神が必要なのよ。セラは共演にふさわしいわよね。さらうなって彼女は私より危険よ。たまには伝統的なお茶会もしたいわね。テーマを決めて。大丈夫、みんなも来るわ。恐怖はね、楽しむべき刺激なの。理解できないなら手伝ってあげましょう。怖いほど刺激的で楽しいゲームはどう？楽しむのは私、恐怖と刺激は。白球と私はただの貴族のように単純じゃない。支配の形は鎖以外にもあるの。純子、死にたがりが何だというの。死より怖いことはこの世にたくさんあるわ。服が欲しいの。いいわ、そこに立ちなさい。緊張しないで、すぐ終わるから。本当よ。